博多純情ラーメンしんしん。美味しそう。はい、うん、うまい。本当？うんうん。うまい。うまい。口の張り方10秒で。めちゃくちゃうまいわ。でしょ？あ、もう食べれないこれ。花輪チャンネル。どうも花輪でございます。そしてママです。今日はですね、僕がどうしても食べたかったこちら博多純情ラーメン。シンシン、シンシン、これがなんとですね、札幌一番シリーズとコラボして、うん、ね、この商品あります。なかなかこれ売ってないんですよ。あ、そうなの。で、このシンシンというのが、あの安室奈美恵さんがもう大好きなお店で、で、安室の皆様が福岡に行った際は必ず訪れるというこのお店なんですけど、これが札幌一番のですね、こういったラーメンになりまして、これをちょっと今日はママに作っていただこうかなと思います、うん、ママも食べたことないですか、これね。はい、それではママお願いします。はい、はい、花輪チャンネル、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。おかみさん、すみません、はい、純情ラーメンしんしん、はい、いただきたいんですけども。はい、博多ラーメン大好きなんで、はい、あ、そうなんですか。お願いします。ちょっと今日こってりでいきますけど大丈夫ですか。濃いめでいこうと思ってるんです。濃いめでいこうと思って、はい、ちょっと500って書いてあるんだけど、うん、ちょっと400でいきます。少ないですけど、まあいいですよ。いいですか。大丈夫です。濃かったら足せばいいからね。麺の硬さはどうされますか。麺の硬さ、片面でいいです。じゃあ片面でいきますか。90秒。はい、お願いします。ちょっと麺を見てみたい。はい。あー私の大好きな細麺だ。いいですね。あのですね、これ90秒よりももっと早めに揚げた方が美味しいかと思いますけど。それバリ方ですね。食べたことない、あれないですよね。もうこの細さを見れば分かります。いきましょう。もう戻するけど、うん、うん、90秒もこれいらないですね。この麺のこの細さ書いてあるから、一応ほら書いてある。取られるよ、お前。三洋食品ですすいません、本当にこんな失礼なの。じゃあもういいですよ、90秒でもいいけど、私は早めの方が好きだと思います。花輪さんは90秒って書いてあるとこ、はい、じゃあ 80秒でいきましょうか。うん、ね、まあ、まあ、お待たせします。うん、おー、いいですね、ラーメン屋っぽい。これを液体スープを、はい、この中に入れます。はい、ありがとうございます。これだけ。へえ。とこの粉末スープ、はい、これもこの中に入れます。あ、これ絶対うまいわ。マジ？なんかわかる。食べたことないけど、なんか美味しそうに感じてきた。この麺の細さめちゃくちゃいいじゃん。私好きだわ。マジ？これ絶対私好き。シンシン売ってないんだよ、なかなか。でもシンシンって知らないもん、そもそも。安室ちゃんが福岡ドームとかでコンサートの時は、うん、必ずシンシンに行ってたっていうので、安室ちゃんファンたちがみんな集まるお店。すみません、おかみさん。はい。あの、瓶ビールとかあると嬉しいですね。 ある瓶ビールあるんですか。缶ビールじゃん。一緒。え、一緒なんです、ね、一緒なんです。瓶ビールないからこれが違うから。一緒ではないでしょ。違うんだから、うん、じゃあ瓶に一回移しますね。これを一回瓶に移すんです。こっち瓶あったかな。どんな店だよ。いいよいいよ、だったらいいですよ。いいですか。いいですよ。瓶に移そうと思った。瓶に移さなくていいですよ、いちいち。だって炭酸抜けちゃうでしょ。飲みますか。切れました。切れましたよね、今。飲む。はい、飲むのかい。飲む。お客様だね。確かにね、お客様が上からっていうの違うもんね。お客様と従業員は平等だからね。神様でございます。じゃあいただきます。すいません。どうぞ。いいね。いいですね、お昼からそんな。これちょっとワイングラスみたいに入れるんですね。そうですね、おしゃれにね。どうしましょう。いただいてよろしいですか、私も。どんな店員これ。そんな従業員あります。俺のですよね、それ。それいっぱいいたから500円です。高えな。おい、ぼったくりだな、まあいいや。はいはい、絶対やった。乾杯。ちょっとなんか氷とすだちとか入れてもらうと嬉しいなと思ったんですけど。うるさい、お客様だね。
すだちビール、うん、もうぶっ込みますか、このまんま入れる、うん、いいですよ、はい、お願いします、入れますか、はい、あ、いいね、ありがとうございます、いただきます、うまっ、うまいでしょう、うまい、これ流行るね、それ流行りますよ、あ、キクラゲがやっと戻りました、あ、戻りましたか、はい、あ、いいね、あ、そういうな、あ、あ、どのくらいの大きさに、博多ラーメンっぽい、そういう感じ、あ、こんな感じでよろしいですか、博多ラーメンっぽいですね、いいですか、このくらいの大きさで、お願いします、もともと九州なんですよ、僕は、え、うん、でもちょっと仕事で横浜に来てて、はいはい、だからちょっと博多ラーメン久しぶりに食べるなって、あ、そうなんですか、やっぱ佐賀なんですけど、佐賀ですか、佐賀もあの九州博多ラーメンなんで、文化そうですね、佐賀ラーメンっていうのもありますけどね、佐賀ラーメンあるけどやっぱ基本は豚骨の、そうですね、細麺の、私も博多ラーメン大好きな、この細麺が大好き、どこなんですか出身、とりあえず佐賀です、とりあえず、はい、生まれも育ちもとりあえず佐賀です、とりあえずってもろ佐賀じゃないですか、じゃあではお願いします、そっか、結構だからもうね、すぐね、麺はすぐだから、申し訳ないんですけど、入れていきます。じゃあ、あの、シリに頼んでください。俺がやる。80秒お願いします。80秒。ちょっと早めに。固めよりちょっと固めっていう。割り方までいかないっていうね。80秒ってことは1分 ?10 秒。1分は60秒です。80秒ですよね。だから1分10秒でしょ、80秒だったら。大丈夫ですか、大丈夫、お前だよ、え、いやいや、80秒だから60秒、いやもう心配だろ、もう恥ずかしすぎるよ、だから1分が60秒でしょ、60秒だから80秒だから1分10秒、なんで10なのよ、60の次は 何 70、 ほら、でその次が10秒、80秒ってことは1分20秒でございますね、してくださいよ、私も勘弁してくださいよ、難しいな、え、さらさないで、私もしょうがない、もう生放送だからカットできないカットできないから、すみません、来ました、来ました、来ました、それをもうそのままつゆを入れて、つゆをぶっ込みます、ストップ言ってくださいね、はい、これ私の分でございます、はい、すいません、お客さん、渡美さんも食べるんですね、全然いいんです、全然いいんですけど、あ、いいですか、私も全然いいんですけど、他でもよろしいですか、はい、珍しい店ですね、そういうシステムなんです、私チャーシュー入れて、チャーシュー入ります、チャーシュー入ります、ここから忙しいんだ、ここから忙しいでございます、あ、それで煮卵があるんだ、うわ、いいですね、超そうじゃん、あー、すごい、本当に、あとネギか、だから早めにした方が、あ、そういうことね、あ、この時間もあるから80秒にしてるっていうことなんだ、もたもたしてる時間があるんですね、博多ラーメンだ、いいじゃん、うん、あ、メンマも、メンマも、メンマもこれフォークのメンマですね、これ美味しいんですよ、フォークのメンマしっかりしてて、ほら見てください、うわ、いいね、太いですね、太いでしょ、いいす、うまそうでしょ、あ、いいね、綺麗でしょ、素晴らしい、綺麗でしょ、うん、私とどっちが綺麗ですか、お前に決まってんだろやっぱ九州のラーメンってすりごま入れないと美味しくない、私はですね、うん、花尾さんはどうですか、私は絶対すりごま入れる、こういうので入れるもんね、これね、ガリ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 ってね、でもここにないんですよ、あー、いいじゃん、ありがとうございます、よし、はい、できました、完成しました、ありがとうございます、うわ、うまそう、うまそうです、出来上がりました、絶対うまそう、いやー、パリパリ海苔、あ、いいですね、うわー、美味しそう、はい、完璧、花輪チャンネル完成した、いただきましょう、ありがとうございます、ママ、いただきます、いただきます、いや、嬉しい、めちゃくちゃうまそうじゃん、これどうぞどうぞ食べてください、ほら、スープからいいですか、うん、ですね、嬉しいですか、よかったです、いただきます、はい、うん、
どう、うまい？うまい。本当？めちゃくちゃうまいよ。本当？うん。めっちゃ美味しいじゃん。ほんと豚骨だね。ね。米もいいな。ね、いいね。おっこ。いや、マジで。最高。うんうん。なんか九州の味がする。ね。うん、ね。ほんとに九州の味がする。やばい。なあ、いいね。うん。ね。うん。嬉しい、懐かしいな、こういうの。豚骨ね。うん。うまいね、これ。おいしい。麺がいいね。うん、麺がいい。麺いいよ。本当に、博多の味だ。うん。うん、うん。うん。ベリーグー。ベリーグー。うまいね。めちゃくちゃうまい。これもう、止まんない。本場食べてみたいね。多分また全然違うんだろうな、本場と。そうね、やっぱね。うんうん、もちろん。違うだろうね。これ絶対バリカタだね。バリカタが絶対うまいよ、これ。うん。うん、ちょっとママ。はい。すみません、替え玉をお願いしたいんですけど。替え玉ですか？替え玉行きたくなるよね、やっぱ博多つったらね。これ麺がなくなっちゃったんで、バリカタで。オッケー。バリカタで。70秒って書いてあるけど、のバリ方は10秒で1分も短いんですか。あ、10秒短くするってこと。10秒しかやりない。大丈夫、これでいいんです。さっていくからね。さっていくよ。はい、いくよ。さっていくよ。あれ、はし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 。11、12、押し、きます。来た。これ絶対うまいですよ、お客様。はいよー、プシャッ。おー、来ましたね。うまそうだな、本当に。ちょっと、枝が入れてください。おーどうす。おい。どうですか、お客様。めちゃくちゃうまいわ。でしょ、硬い方が美味しいって言ったじゃん。一番求めてるバリ方です。そうでしょ。うん、硬くてうまっ。めっちゃうまい。あ、ごめん、これじゃない、これ。無理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 。いや、俺これ好きだよ、これ。これ私食べれない。硬すぎた、ごめんなさい。全然俺大丈夫、これ。これがうまいよ、マジ。本当に美味しい、こんくらいでいいよ、俺は。嘘でしょ、あなたすごいですね。私食べれないそれ。硬すぎる。うまい、超バリ方。うまい。それ多分13秒ぐらい。13秒でいきましょう、皆さん。いや結構。替え玉は超バリ方、おすすめ。うん。ちょっとうまいな。美味しかったね。美味しかった。うん。ということで今日は博多純情ラーメンしんしん、これ、うん、札幌一番シリーズですけどもね、うん、ママありがとうございました。いえいえ。ちょっと針金麺って針金だったね。結構好きな人いるじゃない、ね。そうだね、自分の茹で加減で食べてみていかがでしょうかでございまして。いや美味しかった、お腹いっぱいです。美味しかった、ね、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。緊急告知、4年ぶりに花輪単独ライブ開催決定。花輪の笑えて泣ける胸熱ソングの数々を聴きに来てください。チケットは E プラスで。お早めに。